みたいですけど、まあ、千葉、京都。
ましょう。これはもうどんな時でも歌ってきますんで、皆さんしっかり覚えてください。いきますよ。でアレッサン注意点が1個あって、アレッサンドレの時は、最後に「おい」って入れてたんですけど、それはいらないでぶっ続けでやりますんで、いきましょう。
とんどしてる方もいたんで、これ今日もスタメンですからバンバン歌ってくるんで、歌い方を覚えていきましょう。さあ次は、伊藤俊か。伊藤俊はサブですけどね、9番ですからやってもらいましょう。勝って勝って勝って、10万に上り詰めてやろうぜ。